言い訳ばっかり言い訳ばっかりしないで。はい、こんにちは、ピカですかね。オープンカーで愛が北駅をねドライブしております。オープンカーだけど F1 ですね。新挙動になって、この神挙動になって F1 がどうなったか試してないでしょ、みんな。最新のね、この MP44 ですね。最新っていうのは何かっていうと、グランツーリスモ4になって、4じゃない7になって、まあ結構今年追加されたのかな、去年かな、もう最新のね F1 と、これが追加された最新の F1 ということになりますので、新挙動でこれを試すというのをやっていきたいと思います。そしてニュルで F1 レース開催ということができるようになったので、ソフィー相手に F1 でねレースもしてみたいと思います。まずはアイガー北壁、まあなんか F1 ってさ、もともとこうサスペンションが動いてないからちょっとようわからんなっていうところはあるけど、まあ、ちょっとリアが抜ける感じはするよね。リアが抜ける感じがする。ちゃんとニュートラル抜けるよ、ほら。いいね、ちょっと軽く。おお、ちょっとリアが、はい、やっぱりちょっとリアが出るね。ブレーキ残していくとリアが出る感じ、あとアクセルを入れすぎるとリアが出る感じ。まあ、当たり前の車の挙動だね。当たり前のように起こるという感じですね。ただちょっと F1 はもう本当にリアの流れが速すぎてカウンターが間に合わない感じがする。はいや、はいや、はいや、4か、めちゃくちゃ速くね。アイガー北駅速くない？F1。 うわ、1分切りたい、1分切りたい、めっちゃ止まる。1分切るどころじゃないな、これ。めっちゃ曲がってくる、このクリップ付近の全然違う。 F1 に関して言えばこの辺のね挙動が、この辺の、あーやってしまった、あの辺の立ち上がり挙動が全然違うね。すごくクリップ付近がめちゃめちゃ安定してる、安定してるっていうか、なんていうのかな、今までなんかちょっと実写っぽくない動きがね立ち上がりであったんですよね。まあそれが理由かどうかわかんないんだけど、みんな皆さんね、なんかこうこれパドルでもいけるんだけど、こうなんか立ち上がる時に一足こう4とかで立ち上がるみたいなことをね、タイマーアタックの時にやってたじゃない。ちょっとあれ理由がわかんないんだけど、まあなんかそういうトラクションがかかりがねちょっと変だったのかなっていうね、計算が。そこがすごい改善されてすごくいいですね。こういうクリップ付近の このアクセルオンのこのトラクションがかかり方、いいですね、すごくいい。いつも何かパドルでやっておりますがやっぱパドル楽だよね。ほらほらほら、こういうとこ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 の、こういうとこの、こう微妙なトラクションのかけ方、こういうのがすごく良くなりましたね。なんだなんだなんだ、アンダーの出方もねすごいいいよね。二度と戻ってこれないアンダー、すごい。その辺が実写っぽい。今までは一回アンダー出してもなんかちょっとこう
なんか戻ってこれる感じがしたんだけどね。そのごまかしが効かないあたりがね、すごく実写っぽい。ちょっとアンダーだな。パドルでやると早いな、全然な。え、どっちで、どっち、え、いや、マニュアルでいくよ、俺は。はい、ということで、レースやっていきたいと思います。じゃあ、F1 を選んどいて、ソフィーを選ぶとどうなるのか、中級で行ってみようね。F1 レースやらせてくれるの？おー、ちょっと待って。ほぼほぼ、あ、すごいじゃん。あー、スーパーフォーミュラーになるんだ。スーパーフォーミュラーと、対 F1 の戦い。まあ、そりゃそうなるか。さあ、やっていこう、MP44。積もった。ここにいる。音でわかる。うわ、よし、よし、ちょっと待って、ちょっと待って。行かれた。行くぞ。できますよ。うわ、その間にいただきます。なんだ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 、さあ、アンダー出てっちゃう、跳ねてっちゃう。面白いこの挙動。よいしょ。いただき、よし、5位。あ、前13秒とか。1位まで13秒、4秒前。いけるか。さあ、6入って、行くぜ、行くぜ。アンダー出る。この辺の再現性がもどかしいね。すごいね。エンブレが効かないからさ、巻き込んでこないからなんすかわかんない。ちょっと待って、頭の中が混乱する。車
喋りながらだった。よいしょよいしょ。何足か忘れてしまう。アンダーでないように、アンダーでないように、難しいライン取りが。こっから展開、もうパドル、パドルでやらせて。いや別にもうハンドルでさ、シフトのこのこれが見えないんだよね。言い訳ばっかり、言い訳ばっかりしないで。あ、ダメだ。モアパワー、もう慣れてくるとさ、もうパワー足りねえみたいな、ね、酸素ちょっと買ったりなみたいな。あ、やばいやばい、びっくりした。さあさあ、カモン、あれが、モアパワー。おお、よいしょ。あ、3位。シフトしたくないもん。素晴らしい、めちゃめちゃフレキシブルなエンジンだ。下からトルクがある。下からっていうんだこれ、何回転だか分かんないけど。とこで F1 開催したら面白いけどね。やってくんねえかな、ミルのコースで F1。 どうなるんだろう、面白いと思うけどね。アンダー出しちゃった。よいしょ、ないよな。何キロからの話してんの。あ、いや、飛ばせるからいいよね。今5-3って言うから5-3だろ。さあ行け。このコーナーも怖いよね。さあ、さあ追いつくか。来た。3秒2秒、うわー、1秒1.6、スイープ入った。オッケー。はい、1台、もう1台アウトからいきます。よし、なんかわかんないけど、なんかわかんないけど1位だよ。ここから全開。うー、
シフトミスしながら、イエイやった優勝ってことで、あーコーナー早いね。スーパーフォーミュラコーナー早くない？いやー面白いね。いやこれもまあリアルになったかどうかっていうと、いろんな動きするようになって、確かにこう操作に対して忠実に動くなっていうのはありますね。じゃあそれがリアルかどうかっていう話になると、まあ私もね F3000 とかね乗ったことあるし、まあそういう経験から言うとようわからんようわからんけど、ゲームっぽさがかなり薄れたね。それでゲームっぽさ薄れてかなりシミュレーターっぽくなったっていうね感じですよね。サスペンションを通したゴム感みたいなものが感じられますよね。今回のアップデートやっぱりね、市販車のミシュランのタイヤ履かせて走るのがまあ一番リアルかなっていう風に思いますけどね。まあソフトタイヤはまだ過去のねグランツーリスモ感残ってるけど、もうミシュランに変わった瞬間に本当にこれもう完璧シミュレーターだなって感じのことになってますんでね。本当なのっていう方ね、だいたいね PC でシミュレーターやってる方グランツーリスモお持ちですよね。もう一回ね、まあ、やってみたらいいんじゃないですかっていう、そのぐらいのね価値はあると思います。ということでまたねこれやってくんで、よかったらチャンネル登録と、あもう一個ね、あとスポーツモードがね、やっぱりねアイレーシングより若干こうカジュアルな感じで始められるっていう流れがあって、で動きがね本当にちょっとリアルに変わってきたんでいいかなって思いましたね。なんでなんかアイレーシングだとちょっと敷居が高いですし、サブスクだし、まあこのねグランツーリスモのスポーツモード案外ねおすすめです。スポーツモードでね私今ね頑張って特訓しておりますんでね、まだ D ですけどね、もうそろそろ E カップにねE カップにちょ間違ってる、間違って怒られたんだこれ。 D から E に行きたいって言ったらもうなんか間違ってますよって言われてD からはね C でしょってね言われましたけどね、ちっちゃくなっとるやん、 D から C じゃちっちゃくなっとるやんってちょっと思っちゃったけどね、はい、何の話、いやいや昇格するって話ですよ。もうちょっとかな、もうちょっとで多分 C にね昇格すると思いますんで、 A プラス、 A あのプラスって何なの一体、 A プラス、 A プラスとかのプラスって何なんだろうね、ちょっと分かんないですけど、ちょっと分かんないけど、え何プラス間に挟むの、 D プラス C、 C プラス B、 B プラス A の A プラスなの、ちょっとその辺がねちょっと階級も分かってないんだけどっていう感じでね楽しくやってますんで、まだまだカツカツ行くっていうよりはもうなんか気楽にねレースを楽しめるっていう感じで、でねなんか D クラス地獄だよみたいなねことを言われてますけど、いや全然そんなことないよね。なんか、うん、むしろ D クラスはもう後ろの方で争わずに下がればまあ大体こう飛んでったりいろんなことになるんで、後ろをついていけばもう大体いいことあるかなっていう感じで走ればそれがコツかなっていう風にね思いますんで、ぜひね今までスポーツモードね敬遠されていた方もこれを機にちょっとやられたら面白いかなと思いました。私もなんか本当にこう片手までやっててもまだ5レースぐらいかなしかやってないけど、まあ家帰ってきてちょっと1レースやってみようかなみたいなね感じの気持ちにすごくなれるんでね、アイレーシングだとなんかちょっとなんだろうね、なんかちょっと敷居高いよねみたいな感じがあるのでね、まあ、ちょっとカジュアルに楽しむ分にはいいのかなというふうに思います。もうどっちもまあアイレーシングもグランツーリスもガチでなってくるともうねカツカツでやっておりますんでね、でもまあ人口の多さと入りやすさから言ったらグランツーリスももいいかなっていうふうに一つこういうね選択肢はあるのかなっていうふうに思いましたし、まあ今回のねアップデートでかなりね実写っぽくなったんで、これはねまあこれで大人も楽しめるんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、ということでまたねこのやってくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあねバイバイ。 F1 超リアルでした。この F1 乗ったことないけど。